スピッシュ城は、東部スロバキアのプレショフ県レボチャ郡スピッシュス系、ポドフラジエ市郊外にある城。現在は廃墟であるが、中央でも大きな城の一つである。タイトルは、スピッシュスキー城となっているが、スピッシュスキーラッドとは、スピッシュ城という意味であり、誤った表記である。スピッシュ城は、スラブ人の城があった場所に12世紀に建てられた。旧スピッシュ県の経済。 行政、政治、文化の中心地であった。1464年以前は、名目上ハンガリー王国が所有し、のツサポヤや池、トゥルゾー家ツサースキー家が所有し、1945年に、チェコスロバキア政府が接収1993年以降は、スロバキア政府の国有地である。15世紀初頭に、 ハンガリー王国が深刻な財政危機に陥った際、北の隣国ポーランド王国が、スピッシュ県一帯の諸都市を担保として1412年に、ルボーフラ条約に基づき大量の資金をハンガリーに緊急融資し、完済されるまで、スピッシュ県は、ポーランド王国の管理下となったが、スピッシュ城は、ハンガリー王の所有物として残された。ポーランド王国管理下の諸都市は、 遠隔の開発による岩塩の生産と東西陸上貿易を行う商業の発展で栄えた。ポーランド王国による行政と経済の権益は18世紀まで続いたが1772年の第一次ポーランド分割によって再建者であったポーランド王国がオーストリアにこの一帯の土地を割上させられ1773年にポーランドがこの再建を 強制的に放棄させられることで消滅した。城は当初、ロマネスク建築の要塞化された岩木で、2階建ての、ロマネスク様式宮殿と3つの本堂のある、ロマネスクイコールゴシック建築の聖堂が13世紀、半ばに一体に建てられた。2番目の城壁外居住地は14世紀に建てられ、城一体は二重となった。15世紀に城は、 完全に再建されている。城壁は高くされ3番目の城外居住地が建設された。後期ゴシック様式礼拝堂は1470年頃付けたされた。サポヤ池は後期ゴシック様式に変え、城階を過ごしやすい家族の住居とし、16世紀と17世紀の典型的な後期ルネサンス様式の住居にした。最後の所有者ツサースキー家は、 生活の不便さから18世紀初頭に城から転居し、城の南東六の集落である、スピシュケンスピシュスカーノバーベスス事フラ村や西方約10キロメートルのレボチャ軍スピシュスキーフルホフ村に、新たな邸宅を建てそこへ移り住んだ。後1780年に城は火災に遭い、それ以降廃墟と化した。1970年に、 定石の総合的な復元を目的とする遺跡及び歴史的建造物の調査が開始され、現在はスロバキア国立博物館、レボチャスピッシュ博物館によって徐々に復元作業が進められている。木内は5月から10月までの間は毎日一般公開されており、2006年には約17万人が来場した。またドラゴンハート、冬のライオン、 ザラストレギオンなどの映画ロケ地にも使われている。2012年9月、トリップアドバイザーの企画、バケットリストの世界の名城25選に選ばれた。夜のスピシュ城1993年にスピシュ城とその関連文化財として登録され、2009年にレボチャを加える形で拡大登録された。ありがとうございます。